川端です。よろしくお願いします。今回は大阪教育大学附属池田校舎の問題となります。整数問題ですね。1から20までの自然数のうち素数であるものの積を A、 素数でないものの積を B とします。 A と B の最大公約数を求めなさいという問題です。まず素数というのは何かと言われたら、1とその数自身でしか割れない数ですね。ただし1は除くんですけれども、今素数であるものの積を A って言ってるので、この A にね、素数をちょっと選んでいきたいと思うんですが、例えば1は先ほど言いましたように素数ではないと、ね、1とその数自身でしか割れない数ではあるけれども1は除くので、まあ、こちらは素数でないもの、つまり B の方に入るわけですけども、2は素数ですね。1と2でしか割れない。なので、A の方に2が入っていきます。そして3は1と3でしか割れないので素数。で、4ですけれども、4はこれ2で割れてしまいますね。だから素数ではないということなので、B は2、4が入ると。で、続いて5。5は1と5でしか割れないから素数。6。6は2で割れたり3で割れてしまいますね。なので B の方に入っていきます。ちなみに2以外の偶数は全部素数ではありません。なので、ね、偶数がまず B の方に入ってくるってことはわかるわけですけれども、続いて7ですね。7は素数です。1と7でしか割れません。8は偶数だから、2以外の偶数だから B の方で、9は3で割れちゃいますね。なので素数でない。で、10も2で割れちゃう。11は1と11でしか割れない素数です。12は B の方、2とかで割れちゃいます。13は1と13でしか割れない素数です。14、偶数なので、2以外の偶数なので B の方。で、15は3と5で割れちゃうから素数でない。16も、2の4乗2で割れちゃいますね。で、17は素数ですね。1と17でしか割れない。で、続いて18は2とかで割れちゃう。で、19は素数1と19ですね。で、最後20は、2とかで割れちゃうから B の方に入ってくるということですね。そうすると、まず A と B はこのように分けられることがわかります。で、続いて最大公約数の求め方なんですけれども、これはですね、素因数分解を利用して最大公約数っていうのは求めることができます。まあ、例えば、ちょっと簡単な例で言うと、40と60ですね。40と60は、これ最大公約数なんだって言われたらピンときますか？これは20ですね。40は20の倍数でもあり、60は20の倍数であって、まあ、これ以上割ることできないので、これ最大公約数は20とわかります。で、ただ、まあ、今素因数分解を利用してと言ったので、利用するとどうなるのか。まあ、40っていうのは、2を3回割ることで、2で3回割ることができますね。で、2×2×2×5 と。まあ、2の3乗かける5というふうになります。で、60っていうのは、まあ、2で割ると30、2で割ると15、3で割ると5。なので、2×2×3×5。2の2乗かける、3×5 という具合になります。で、このようにですね、各列に2、3、5と、まあ、3のところはね、ここ上にないのでちょっと1としましょうかね。で、そしたらですね、この最大公約数っていうのはね、どのようにして求めることができるかっていうと、各列ありますねの最大公約数の積で表すことができます。各列の最大公約数の、積、つまりどういうことかっていうと、2の2乗と2の3乗。まあ、2の3乗っていうのは 2×2×2 で8です。2の2乗は4です。8と4の最大公約数って何ですか ?8 と4。これ4ですよね。なので、ここの2の2乗が出てきて。で、1と3の最大公約数。これは1ですよね。まあ、書かなくてもいいですけども。それで、5と5の最大公約数。5ですよね。ということで、2の2乗 2×2 で 4×5 で20という具合にして、最大公約数確かに成り立ってますね。この各列の最大公約数の
積で表すことができる。まあ、言い方変えるとですね、この各列の大きくない方を取るんですね。大きくない方。つまり、2の3乗と2の2乗だったら大きくない方。2の2乗の方が大きくないです。1と3だったら大きくない方。1を取ります。5と5だったら大きくない方。まあ、同じ場合は5を取るよということですね。ということで、最大公約数が求めることができます。じゃあ、これも同じように考えます。そうすると、これ、まず共通してあるものはどうなのかってことですが、まずですね、これ11とか13とか17とか19が、これ B の方にはありませんよね。これ12とか14とか15とかね、これ全部素因数分解しても、これ11の倍数とか13の倍数とか出てきません。で、代わりに2357、これは B の方にあるんですね。まあ、例えば4で2の2乗で2がありますね。で、6だったら、6は3の倍数で3が出てきますよね。2×3 で3が出てきたり。で、5は 2×5 で5が出てきたり。で、7は 2×7 で7出てきますよね。そうすると、この、今 A が 2×3×5×7× ほにゃらら。まあ、ほにゃらっていうのは11、13、17、19ですけども、B の方は、まあ、2の何とか乗をかける。これ何乗かわかりませんよ。計算してないので。5の何とか乗をかける、7の何とか乗をかける、ほにゃららってなるわけですけども、これ被ってるものって、2と3と5と7だけですよね。今言ったように、この11、13、17、19はこちら側にはもうないので、もうこれ被るのもうないです。ということで、ここで、先ほど言ったように、この最大公約数というのは、この各列の、最大公約数の積。で、ただ、この今、何とか乗にしたものっていうのは、これ全て1以上ですね。1以上の数が入ってくるので、小さいものをね、まあ、大きくない方って言いましたけど、大きくない方を選ぶということなので、2と3と5と7ってことですよね。まあ、例えば、まあ、7だったらこれ、1乗しかないです。だけども、7と7の最大公約数だから7選んで、5だったら、10と15で、とか20とかね。これ 5×2、5×3、20だったら 5×4 で5、3つあるんですけども、そういう場合は小さい方を選ぶので5になるよと。で、同様にして3を選んで、2を選んでってなります。なので、2×3×5×7 で、これを計算して210ということで、答えは210だよということがわかるよということです。まあ、ちなみにね、この内容は中学校1年生のね、政府の数のところでね、この最大公約数で、習い、この素因数分解するやり方も習うのでね、ぜひですね、特に塾講師の方ですね、これ中学校1年生でも解ける入試問題だよっていう形で紹介してあげるとね、いいんじゃないかなというふうに思います。わかったかな？以上で解説を終わります。では。